フリューゲルホルンフリューゲルホルンは金管楽器の一種であり、ビューグル族の楽器である。時としてフリューゲルホーンとも呼ばれ、しばしばフリューゲルと略称される。フリューゲルはドイツ語で翼の意味である。外観はコルネットに似るが、より管の内径の開きが早い。サクソフォーンの考案者として知られるアドルフ・サックスによって考案されたサクソルンと呼ばれる一群のうちのソプラノとされる。 しかし、音楽視野の中には、異説を唱えるものもある。ミュンヘンのミハイル・サウアーレが1832年に、バルブ付きのビューグルとして発明したものが記録にある。一般に知られるものは、多くのトランペットやコルネットと同じ変路調のもので、あり、これは B 管と呼ばれるが、変歩調のものも存在し、こちらは S 管と呼ばれる。音色は、トランペットやコルネットと比較して、 より太く、一般に、より豊かで暗い、完備と形容される。コルネットと同程度には機敏であるが、通常使用するマウスピースの深さから、高音域の演奏は、より難しいとされている。ありがとうございます。